こんにちは八丁塗りキリスト教会の牧師吉原学です今日は10月の20日エペソビテの手紙3章の1節から13節キリストの奥義を委ねられた謙遜な働き人というテーマで見ていきたいと思います今日も神の御言葉に従い使と共に歩む一日を始めてまいりましょう エペソビトへの手紙、三章、一節から十三節こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロは、キリストイエスの囚人となっています。あなた方のために、私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、 奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが今は見たまによってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。それは福音により キリストイエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものになるということです。私は、神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。すべての生徒たちのうちで、最も小さな私に、 この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として、異邦人に述べ伝えるためであり、また、万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現が、どのようなものなのかを、すべての人に明らかにするためです。これは、今、天上にある支配と権威に、教会を通して神の極めて豊かな知恵が、 知らされるためであり私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますですから私があなた方のために苦難にあっていることで落胆することのないようお願いします 私が受けている苦難はあなた方の栄光なのですパウロは今日の3章に入って自分が受け取った霊的な祝福をキリストの計り知れない富というふうに感動を持って伝えています福音は神の力ですその力とはデュナミスダイナマイトのですね語源になる言葉であります すべてを破壊し、そしてすべてを新しくする力だと言えます。パウロはその福音の力が自分の中で込み上げてくるですね、その感動を覚えていました。今日私たち一人一人にも、キリストの奥義である福音の喜びと感動が満ち溢れる時間になることを祝福します。1節から6節を見ればですね、キリストの恵みによる務めをですね、パウロは受け取ったというふうに 言っていますこの「勤め」という言葉は「オイコノミアというです、ね、語源ですけれどもそれは共同体家を管理すするめるめという意味がありますつまりパウロはキリストの恵みがイスラエルの家々を治めるようになるそしてそこにとどまらずに違法人にまでこの全世界にその恵みの支配がなされていくということをですね話しています。 その福音が異邦人にまで及んだことは、今日の4節で、キリストの奥義であるというふうに言っています。皆さん、秘密というのは隠された、ですね、明かされてないことを秘密と言いますけれども、奥義というのは、すでに開かれた秘密のことを意味します。今日の5節を見れば、前の時代には知らされていなかったが、今は見た目によって人たちと預言者たちに、 掲示されているつまりそれは御霊によって精霊によって霊の目が開かれた者に明かされた神様の秘密であるいやすでにそれはもう奥義となった、ね、それは神様の計画の中にあるというふうに言っているわけであります。ユダヤ人のパウロにとって違法人が神の救いに預かることはどれだけ考えてもですねありえないことでした。彼らは 穢れた者たちであり神から捨てられた存在だというふうにですねユダヤ人であれば皆がそう思っていたわけです異邦人は完全に枠の外にある存在ユダヤ人にとって律法に生きることがない異邦人が未国に入るということはどう考えてもありえないことでしたしかしそのことが起きたと言っています例えばもう南関のですね、えー、大学があって そこを受かるためにですね、一生懸命に何年もですね、勉強してきた人がいました。で彼は、えー、合格したんですけれども、もう自分はそれだけ勉強したのでですね、当然だというふうに思うでしょう。しかし入学式に行ってみたらですね、全然勉強していないですね、私自分のその友人が、えー、合格していた。それを見てですね、あっけに取られながら。 その入学式でです、ねえー、ううですすね総長がこうういわけ今年は全学生をですね恵みで合格させました、ねまあ、例えばそういうことですよね現実にはありえないことですけれども実際に救いは人の条件なしにイエス・キリストの恵みによって完成しました私たちこそそしてこの恵みに預かっている一人一人であるということを今日もう一度覚えたいのであります。 日本も割れいもどの民族も罪ある者もいかなるこの地上の枠もキリストの福音ドゥナミスによってそのすべての枠は取り去られたそれが福音の奥義であると言っていますイエスキリストのこの福音の恵みによって完全な救いがなされたパウルは今日のところでイエスの囚人キリストの奥義 キリストイエスにあって、異邦人も共同相続人となるというふうに言っています。すべての主語はイエス・キリストにあります。つまりパウロは、実は自分自身がキリストの奥義を知らない、異邦人であった。ね霊的な異邦人であったというふうに言っているわけです。三玉の啓示に目が閉ざされたものであった。彼は、 以前は必死になって自分の中にずっと救いをですね探し,探し続けましたそのパウロがイエス・キリストの中に真の救いがあるということを見つけた時に彼は真の救いを得ることになりました福音の恵みは唯一キリストによって完成するのです。 多くの信仰者たちがその恵みによって救いを受けるんですけれども信仰自体を恵みではなく自分の行いによってやってしまう時がですねあります。礼拝も奉仕も救いを得る手段ではなくそれはすでに与えられた恵みに対する応答であるということを今日もう一度私たちは覚えたいのであります。キリストの恵みから 今日私たちも離れてしまうならば救いのない異邦人となってしまいます。キリストの恵みの中に今日も生き恵みの到りくだとして主イエスキリストを証しするものとなって生きる一人となることを祝福します。 本文の節節から9節を共に読みたいいと思います私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に使えるものになりましたすべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として違法人に述べ伝えるためでありまた 万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかをすべての人に明らかにするためですパウロは二つ目に恵みの賜物によって福音を伝えるものとされたと言っていますパウロはすべての生徒たちのうちで最も小さいものだと告白していますまた他の箇所では 自分自身は罪人の頭であるというふうにです、ね、言いましたパウロはイエス・キリストのその福音の恵みがわかればわかるほど自分の中でイエス・キリストが大きくなりパウロ自身は小さいものとなっていきました人は恵みを知るほどに謙遜にされるのですなぜなら自分の中には何も誇るものがないことを知るようになるからであります そして主に近づけば近づくほど自分の中にある小さな罪もですね見えるようになっていきます罪は指摘されて気づくものではなく恵みを知り私たちが神に一歩ずつ近づいていくときに見えるようになるものでありますしかし私たちが律法によって信仰するようになった時には自分を誇るものとなり自分を小さいものではなく自分を大きく 見せようとしたりもしますまたパウロは福音をキリストの計り知れない富だと言いましたそれはパウロが受け取った福音の価値でありまたその大きさそして豊かさを表現していますそしてその富は自分が所有するために与えられたものではなく異邦人全体にも分かち合うものであることが自分の使命であると言っていますマタイの福音書 28章の19節20節をお読みしますですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます福音を伝え弟子とするすべてのこの選挙の 宮座は、私たちの力ではなく、イエス・キリストが共にいてくださって、成し遂げてくださる宮座であることを、今日も覚えてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、福音の奥義を委ねられた者として、自分の信仰にとどまらず、イエス・キリストの福音を証しして生きる一人一人とならせてください。 私たち一人一人を救い出しまた宣教の使命を与えてくださったイエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン